インスラの模型オスティア氏のディアナの家を復元したもの。ローマの港町オスティアにあった、紀元2世紀初期のインスラ・インスラあるいはインスラは、ラテン語で借家を意味し、それは古代ローマでは、プレブスやエクイテスのローマ人が住んだ大規模なアパートを指した。建物の1階は、食べるなやカシミセホで、上層階が住居になっている。インスラのラテン語本来の意味は、島であった。 上から見ると周囲を通りに囲まれ、互いに隔てられているため意味の転用が起きたという。ローマ都市の都市化の進展により、住宅需要が高まって、都心も郊外も土地が高騰した。結果として一戸建ての邸宅であるドムスは、上流階級でなければ持てなくなった。そのため市内に住む住民の多くが、インスラと呼ばれるアパートに住んだ。インスラの多くは、陶器的目的で、 最小経費で建設された。したがって、インスラはアンブシンで材木とレンガで作ったり、後には原始的なコンクリートで作った。ユーエナリスの風刺しにあるように火災に弱く倒壊しやすかった。暖房や水道はないことが多く、場合によってはトイレも共同になっていた。居住空間は最上階では最も狭く、一番下の木座橋では最も広い。 そのため最下階の部屋の賃貸量が最も高かった。安全性の問題と階段を登る労力の問題があるため最上階は最も敬遠され賃貸量も安かった。インスラは6階から7階建てで一説には高さが制限される以前には9階建ての高い建物もあったという。一つのインスラには330平方メートルに40人以上が住んでいたが 通常6つから7つのアパートが構造上つながった形で作られており、各アパートは1000平方フィートほどだった。火災と倒壊の危険性があるため、皇帝アウグストゥスはインスラの高さを7マンフィートに制限し、皇帝ネロがローマ大火の後で6マンフィートに制限した。紀元200年代後半、最大で5万棟のインスラがあったとされ、 同時期の一戸建て住宅ドムスはわずかに千戸だった。その後都市の人口は徐々に減少していった。マルクス・トゥィウス・キケロ・ローマの雄弁家キケロは、地主としても有名で、ローマ市内に多数のインスラを所有していた。手抜き工事でインスラが倒壊した時、キケロは新しいインスラを建てれば高い賃貸料を取れるから、倒壊してよかったと述べたという話が伝えられている。 ストラボンの著作によれば、ローマのインスラの多くには、ドムスと同様に水道と下水設備があった。ところが、住人の多くは、ゴミや糞尿を窓から周囲の通りに捨てていたという。古代ローマは賃貸の集合住宅を生み出した最初の文明である。ありがとうございます。